アンソニー・レイクは、アメリカ合衆国の外交官、政治学者、学位は PhD、国際連合児童基金事務局長、国務省政策企画本部本部長、国家安全保障担当大統領補佐官などを歴任した。在細言領事、国家安全保障担当大統領補佐官府、特別補佐官などを経て、カーター政権下で、 国務省政策企画本部の本部長に就任した。クリントン政権では国家安全保障担当大統領補佐官に就任した。任期中、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の解決に尽力した。その後、ジョージタウン大学のエドマンド・エイウォルシュスクール・オブ・フレインサービスで教鞭をとっている。2010年5月1日より国際連合児童基金の事務局長に就任した。 アンソニー・レイクは1939年4月2日にニューヨークで生まれた。1961年にハーバード大学を卒業、その後ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで経済学を学び、1974年プリンストン大学ウッド・ロー・エルソン・スクール・オブ・パブリック・インターナショナル・アフェアーズで博士号を取得した。2010年6月17日、スウェーデン外務省にて、 スウェーデン開発協力大臣グニッダ・カールソンとレイクはベトナム戦争さなかの1962年に中南ベトナム大使ヘンリー・カボット・ロッチ・ジュニアの補佐官として国務省に入省し中西言領事、中笛副領事、国家安全保障担当大統領補佐官付き特別補佐官を歴任したニクソン政権下の1969年彼は パリで行われた北ベトナム側との初の秘密会談に出席する国家安全保障担当補佐官ヘンリー・キッシンジャーに随行した。1970年、ニクソン政権によるカンボジアへの戦線拡大に関してキッシンジャーと意見が衝突し、国務省を去った。後に、キッシンジャーのアフリカへの接近を批判する本を出している。その後、メーン州選出の上院議員、 エドマンド・マスキーの選挙キャンペーン、カーネギー国際平和基金、インターナショナルボランタリーサービスで働いた後、カーター政権下の1977年、国務省政策企画本部長として、国務省に復帰、1981年までその職を務めた。1981年、レーガン政権が成立するとレークは再び国務省を去り、アマースト大学教授となった。 1984年マウントホリオーク大学に移り、ベトナム戦争の成り行き、第三世界における革命、アメリカの外交政策について研究した。1992年の大統領選挙機関は、クリントン陣営の最高外交顧問の候補者の一人であった。その後クリントン政権下で、国家安全保障担当大統領補佐官を務め、ボスニア紛争、ソマリア内戦、 1994年朝鮮半島危機などの南極の解決に努めた。1996年にクリントンが再選されると CIA 長官に指名されたが共和党の反対により退けられた。現在はアメリカ外交安全保障の超党派組織であるパートナーシップ法へ席やアメリカの顧問や2008年アメリカ合衆国大統領選挙に 民主党候補として当選したバラク・オバマの外交顧問を務めている2010年3月16日にユニセフの事務局長に任命され5月1日に就任する2018年秋の叙勲で朝日大受賞を受賞ありがとうございます